声の山梨県の広報誌ふれあい平成31年1月号ボリューム177をお届けします。なおふれあいは平成27年4月号よりデイジー版も発行しています。どうぞご利用ください。今月のお知らせは11件です。おしまいにふれあい特集号と広報番組をご案内します。 お知らせ1ユースバンク山梨に登録し就職情報をゲット県内への就職を考えている県内外の学生や保護者の方に就職に役立つイベント情報などを毎月提供しています登録方法山梨仕事プラザのホームページから問い合わせ先山梨仕事プラザ電話 055-233-4510ファクス055-233-4518インターネットではユースバンク山梨と検索してくださいお知らせ2休日夜間に子供が急に病気になったら小児救急電話相談電話シャープ8 0 0 0 ダイヤル回線は電話0 5 5 2 2 6 3 3 6 9急病への対処や受診の必要性などについて看護師が相談に乗ります受付時間平日午後7時から翌朝7時まで土曜日午後3時から翌朝7時まで日曜日と祝日午前9時から 翌朝7時まで。問い合わせ先「イムカ」電話0552231483ファクス0552231486インターネットでは「山梨小児医療相談」と検索してください「お知らせ3」「新設高等学校の校名を募集します」 平成32年4月、マス穂商業高校と市川高校、京南高校の3校を再編し、新たな総合性高校を開校します。これに伴い、皆さんから広く親しまれる校名を募集します。募集期間、1月25日金曜日まで。申し込み、郵送及びメール。問い合わせ先、 高校改革特別支援教育課電話055-223-1767ファックス055-223-1768インターネットでは京南地域新設高校公明と検索してくださいお知らせ4二十歳の献血キャンペーン実施中です 1>, 1月から2月まで医療の現場では常に血液が必要とされています科学が進歩した現在でも輸血に使われる血液は人工的に作ることができず長期保管もできません冬は献血者が減少する季節です患者に安定的に血液を届けるためぜひ皆さんのご協力をお願いします問い合わせ先 山梨県赤十字血液センター電話055-251-5891交付献血ルーム電話055-235-3135衛生役務課電話055-223-1488インターネットでは山梨献血と検索してください お知らせ5合同不動産購買を実施地方税滞納者から差し押さえた土地や建物の入札購買を実施します日時2月5日火曜日午後1時30分から場所東厚代合同庁舎笛吹市参加資格滞納者本人などを除きどなたでも参加できますが事前に 購買保証金の納付などが必要です。問い合わせ先、総合県税事務所。電話、055-2619120。ファクス、055-2619127。インターネットでは、山梨合同購買と検索してください。お知らせ6。 県立産業技術短期大学校一般入学生募集前期募集課生産技術課電子技術課観光ビジネス課及び情報技術課試験日2月6日水曜日出願期間1月8日火曜日から31日木曜日まで試験科目 生産技術科、電子技術科、情報技術科は、数学、面接。観光ビジネス科は、英語、面接。問い合わせ先、産業技術短期大学校。電話、0553-325201。ファクス、0553-325203。インターネットでは、 三大と検索してくださいお知らせ7「専門学校県立農業大学校入学生募集」「後期」「募集課養成課専攻課試験日」「2月14日木曜日」「出願期間」「1月17日木曜日から30日水曜日まで」 試験内容「養成課国語総合古文漢文は除く」「数学1小論文面接」「専攻課小論文面接農業基礎該当者のみ」「問い合わせ先県立農業大学校」「電話0551322269」「ファクス」 インターネットでは「山梨農大」と検索してください「お知らせ8県立京南高等技術専門校一般入校生募集後期」「募集課自動車整備課2年生電気システム課1年生選考日 3月日日金曜日出願期間2月1日金曜日から3月18日月曜日まで試験科目数学国語面接問い合わせ先京南高等技術専門校電話0556223171ファクス0556223171 22-3172インターネットでは「京南議選」と検索してくださいお知らせ91月27日日曜日は山梨県知事選挙の投票日投票時間一部の投票所を除いて午前7時から午後8時まで期日前投票 都合により投票日に投票できない方が対象。期間1月11日金曜日から26日土曜日まで。時間一部の期日前投票所を除いて午前8時30分から午後8時まで。問い合わせ先県選挙管理委員会。電話055-223-1829 ファクス0 5 5 2 2 3 1 8 3 0またはお住まいの市町村の選挙管理委員会まで投票日は1月27日日曜日みんなで投票みんなで参加明るい選挙のイメージキャラクター選挙の名水くんが掲載されていますお知らせ10 リニアドキドキ体験乗車希望者募集山梨県民対象開催日3月26日火曜日便数6便募集数408区画応募単位1区画2座席単位で2区画4座席まで料金1区画2160円応募期限 1>, 1月15日火曜日まで消し印有効応募資格県内に住所を有する方同乗者も含めて全員応募方法往復はがきの応診欄またはホームページからの応募フォームに体験乗車希望区画数と座席数を明記の上代表者16歳以上の方の 郵便番号、住所、氏名、読み仮名・性別、年齢、電話番号、同乗者の氏名、読み仮名・性別、年齢、在住市町村名を記載、郵便番号400、400-8501、甲府市丸の内1の6の1、山梨県庁、リニア体験乗車係まで、 応募要項を必ず確認してください問い合わせ先「リニア推進課」電話「0552231667」ファクス「0552231666」インターネットでは「リニア推進課体験乗車」と検索してくださいお知らせ11 心身障害者自動車燃料費助成金の請求をお忘れなく対象者自動車税軽自動車税の減免を受けている方など対象期間平成30年1月から12月まで請求受付期間1月7日から順次受付開始最終受付日は2月8日金曜日です。 受付時間、場所などは、各保健福祉事務所へお問い合わせください。問い合わせ先、中北保健福祉事務所、福祉課、電話、055-237-1381、ファクス055-235-7115、京都保健福祉事務所、福祉課、電話、 0 5 5 3 2 0 2 7 5 0ファクス0553-202754京南保健福祉事務所福祉課電話0 5 5 6 2 2 8 1 4 5ファクス0556-228147富士東部保健福祉事務所福祉課電話 0555-24-9047ファクス0555-24-9037インターネットでは山梨燃料費と検索してくださいふれあい特集号発行若年層の県内定着に向けた県の取り組み甲府工業高校全日制専攻課が 平成32年4月に開設ジェネリック医薬品の使用促進など自治会から配布市町村窓口コンビニなどにも置いてありますふれあい特集号「冬」の表紙が掲載されています山梨県の広報番組です「枠時山梨 YBS テレビ」「県政情報を紹介」「月曜日」 午後6時57分から山梨イマジンテレビ山梨今輝いている人を紹介水曜日午後6時55分から山梨インデックス YBS ラジオ山梨の旬な情報を紹介金曜日午後6時15分から再放送土曜日午前 8時20分から山梨県の広報誌ふれあいは原則として毎月1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanas.jp に掲載します発行山梨県広知広報課 広報誌触れ合いについてのご意見やご感想をお寄せください。電話0 5 5 2 2 3 1 3 3 9ァクス、0 5 5 2 2 3 1 5 2 5 e メールは校長 koucho.pref.yamanas.lg.jp です。 以上で「山梨県の広報誌ふれあい」平成31年1月号ボリューム177を終わります。制作は、山梨ライトハウスでした。